乃木坂46が22日、東京、日本武道館で、生駒里奈卒業コンサートを開催した。生駒里奈卒業コンサートに登場した生駒里奈、ありきたりな卒業ライブにしたくない。デビューは2月22日だけど、何らかの形で4月22日を徹底的に刻み込みたい、と意気込み、笑顔いっぱいでコンサートを展開していた生駒だったが、コンサートも終盤に差し掛かった際、アニメ、ナルト、の主人公、渦巻きナルトか、大駒へ、サプライズでメッセージとイラストがモニターに表示されると、ナルト、の大ファンである生駒は、この日初めて涙を流し、ここで泣くつもりなかったのに、と悔しがりつつも、生きててよかった、と感無量な様子だった。これに涙腺のスイッチが入ったのか、その後、モニターに両親からのメッセージが表示されると、生駒は、ナルトとお父さんたちはダメだよ。泣いちゃうもん、と再び涙を流し、昨日、お父さんかに来ていたんだけど、何も話さなかったのごめんなさいって思った、とトロして会場を沸かせた。また、メンバーから生駒へメッセージが送られたシーンで、白石麻衣は、初めて、1ストーンシングル、ぐるぐるカーテン、を披露し終えた時に、肩を組んで一緒に泣いたことが思い出に残っていて、今でもテンションが上がった。たりすると、お互いに肩を組んだりして、あの時と変わってないなって、その関係性がすごい好きだったから、卒業しちゃうのはすごく寂しいけど、生駒ちゃんの未来を一番に応援したい、と涙声で語り、本当にお疲れ様。生駒ちゃんのファーストキスを奪ったこと、忘れないよ。とコメントして笑いを誘った。さらに、西野七瀬は、生駒ちゃんがいなかったら私自身もここまで成長できなかったなって思うところもあります。だからいてくれてすごくありがたいなと思いました、と感謝し、楽しい時間もたくさん共有できたけど、48シングル、君の名は希望、のあたりで、一緒に落ち込んだことがあった。ことを今でも覚えていて、二人でずっと愚痴を言ったり、スタッフさんに慰めてもらったこととか、そういうマイナスなことも一緒に共有できたことが嬉しいなと思います、とにっこり。ずっと生駒ちゃんのことを応援しているので頑張ってください、とエールを送った。そして最後に生駒は、卒業できるってすごいなって思ったんです。卒業って寂しいことですけど、私は気づいたんです。15歳で何もできない素人がデビューして、乃木坂46を7年もやることができて、その中でたくさんの経験をして、卒業までさせてくれた乃木坂46って本当にすごいなって思いました、と感慨深げに語り、周りに尊敬できる人がたくさんいて、成長できることをたくさんもらったけど、それよりも私は上手くなりたいと思ってしまった。もっともっと険しい道を進みたいと思ってしまった。すげえわがままなことだと思います。こんなに充実していて、こんなにすごい場所なのに。でもこの世界に夢を持ってしまった。その先に続く夢をつかみたいと思ってしまった、と涙ながらに告白。続けて、だからこそ、メンバーには自分もいつかそうなった時に、胸張って仕事ができるところを見せてあげたい。お父さんとお母さんにはこれからも迷惑をかけると思うけど、いつか東京に家を建てるから待っていてください。スタッフの皆さんは、まだまだお世話になることがたくさんあると思うん。ですけど、生駒に仕事をたくさんあげたいと思われる人間になりたい。ファンの皆さんには生駒ちゃんを見た時に、現実を忘れて心の底から楽しんでもらえるようなエンターテイ。なーになりたいと思います、と自身を支えてきた人々へメッセージを送り、本当に超楽しかったです。今日はありがとうございました、と晴れやかな表情を浮かべてステージを降りた。なお、乃木坂46としての最後の活動は、5月6日、日曜日、に幕張メッセで行。バレル 20TH シングル、シンクロニシティ、発売記念全国握手会となる。セットリスト M1、乃木坂の歌 M2、おいでシャンプー M3、
採用ノック M4、水玉模様 M5、時々メキメキ M6、スカウトマン M7、アゲンスト M8、シンクロニシティ M9、初日 M10、手もでもの涙 M11、心のプラカード M12、ここじゃないどこか M13、満月が消えた M14、あらかじ。で語られるロマンス M15、無口なライオン M16、指望遠鏡 M17、月の大きさ M18、ハウス。M19、君の名は希望 M20、悲しみの忘れ方 M21、制服のマネキンチルダアンコール EN1、走れ。バイシクル EN2、シャキーズム EN3、ぐるぐるカーテンチルダ W アンコール WEN、君の名は希望。